原田雅彦は、北海道上川郡上川町出身、雪印入業所属の元スキージャンプ選手、指導者、解説者、血液型 A 型。1998年長野オリンピックスキージャンプ、団体金メダリスト。1993年及び1997年、ノルディックスキー世界選手権、スキージャンプ個人金メダリスト。小学校3年生時から、 スキージャンプをはじめ、上川中学校時代に全国中学選手権で2度優勝。東海大学附属第四高等学校でインターハイ優勝。卒業後、1987年に雪印入業入社。日本代表入りし、1990年代以降、日本を代表するスキージャンプ選手となる。1991年に世界選手権に初出場。 1992年アルベールビルオリンピック、1994年リレハンメルオリンピック、1998年長野オリンピック、2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピックの経営5回の冬季オリンピックに出場。オリンピック、世界選手権を通して9個のメダルを獲得しているが、これは日本人最多である。 2006年3月20日に引退を表明し、3月25日の伊藤杯シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会を最後に現役を引退した。現役引退後も引き続き会社に残り、雪印めぐみルクスキー部コーチに就任。以降スキージャンプ中継の解説者も務めている。2014年4月、同スキー部の斎藤弘也前監督の退任を受けて、 監督に就任。2015年10月、全日本スキール名理事に就任。2021年4月、雪印メグミルクスキー武装監督に就任する。初出場した1992年、アルベールビルオリンピックにおいて、個人ラージヒルで4位となり日本勢3大会ぶりの入賞を達成。1九9 3年、ファールン世界選手権個人ノーマルヒルにおいて、 優勝を達成して、自身初めて世界一に輝く。1994年のリレハンメルオリンピックジャンプ団対戦で日本は2位、ドイツを55点差で大きくリードし、第4グループのジャンプ2本目を残すのみとなった。原田の直前に飛んだドイツのエース、イエンス・バイス・フロックが135.5メートルの大ジャンプをマークするが、 それでも105メートル以上飛べば日本の優勝が決まるはずであった。しかし、これが大きな重圧になったのか、97.5メートルの失敗ジャンプに終わり、日本はドイツに抜かれ銀メダルに終わった。原田はこのことで、マスメディアからの批判のほか、ヘラヘラ笑うな、お前のせいで負けたなどと一部の一般人からもバッシングを受け、1年以上自宅などへの嫌がらせもあった。 なお、原田はこの大会、個人ノーマルヒル2回目に54.5メートル、個人ラージヒル2回目も101.0メートルという失敗ジャンプでそれぞれ順位を落としている。上記の失敗ジャンプによるバッシングや、また船木和義のフォームを意識するあまりスランプに陥ったが、1995から96シーズンに本来のフォームに戻したことで調子を取り戻し、 たびたびワールドカップで優勝するようになる。長野オリンピックの前年である1996から97シーズンは一時不振に陥るも、トロンハイム世界選手権の個人ラージヒルで優勝。五輪、世界選手権を通じてラージヒルの優勝は日本人初の快挙で、世界選手権の個人で通算二度の優勝は日本人で唯一である。なお、同大会では、 個人ノーマルヒル及び団体ラージヒルで2位となっており、出場した全種目でメダルを獲得している。世界選手権王者として1998年、長野オリンピックに臨むこととなったが、国内ニュースでは、本番に弱いと原田を不安視する論調も見られていた。個人ノーマルヒルでは1本目に91.5メートルの最長不倒を記録し1位につけたが、2本目は不可解な。 集団と風の風雲が重なり距離を落とし、5位入賞に終わった。ラージヒルでは1本目、強い向かい風に助けられるも120メートルと距離を伸ばしきれず6位と出遅れる。原田は当時、世界一低速に強い選手と言われていたが、早い順番で飛んだ選手さえ、軽点を軽々超えるほどのオーバースピードによる、飛びすぎへの不安と、ノーマルヒルから引きずった。 硬さが原因で踏切に失敗した結果だった。しかし2本目に最長不当の大ジャンプを見せ、4位をわずか0.1ポイント上回り逆転で3位銅メダルを獲得した。飛距離が自動計測可能な135メートルを超えたため、原田の記録が発表されたのは最終ジャンパーが飛んでから約10分後のことだった。団体ジャンプ団体で日本の3番手を担当した。 原田の一本目は運悪くほとんど前も見えないような大雪の中で行われた。助走路への積雪により、スキーが滑らず、助走速度も落ち、同グループの各国選手は、軒きみ、飛距離を落としたが、その中でも、原田は、直前に飛んだ、ドイツのハンスイエルクエックレより、時速1 8トルこのグループで一番速かった選手より、 時速 3km 以上も遅い時速 87.1km の助走速度で飛び出し、79.5m にとどまる。日型点での減点も、まだシャドウがきつい位置での着地でテレマークを入れられなかった分のみで、技術的には失敗ジャンプではなかったが、国民の多くが4年前の悪夢を思い浮かべた。なお後日、岡部隆信は、第三グループのあの悪天候は、原田さんでなくて、 僕や斎藤、船木なら届かなかったと擁護するコメントを残している。岡部、船木は原田のように高く強く飛び出すジャンプではなく、低く鋭く飛び出すジャンプだからだという。二人目までトップだった、日本の順位はこの時点で2位に下がり、さらに他国の4人目が大ジャンプ続出の中、船木和義が一人だけ悪天候に泣かされ、飛距離が伸びず、一本目終了時点で日本は4位まで。 交代した。しかし1位との差は13.6点で、当時の日本チームの総合力ならば、逆転優勝の可能性を残す点差であった。1本目終了時点で悪天候により、打ち切りの可能性もあった。2本目が行われるかどうかは、テストジャンプの結果次第であった。西方ひ成、しなり、高橋隆二、河西吉子ら25名のテストジャンパーたちは、 悪天候の中で一人の転倒者も出すことなく、試技を続け、競技再開が可能なことを証明した。この結果を見た、競技委員は2本目の実施を決断する。原田は2本目、両足を複雑骨折してもいいとの覚悟で137メートルの最長不当ジャンプを決め、金メダルへの立役者となった。当時のテレビ実況を担当した、和田源二は、別の世界へ飛んでいった原田。 と評した。ジャンプ後は自質したようにおえずしながらも、次のジャンパーである、船木和義への声援、船木、船木、や、また金メダル決定直後のインタビューで、でもね、今日は、長野だから、4人助けをさ、私やったんだよ、辛かったよも、う。またね、みんな迷惑かけてんのかなと思ってた、辛かった、でもね、屋根ついてないから、しょうがないよね、 などと、おえつしながら答える姿も見せた。なお、船木船木に関しては、インタビュアーに、ほら、金を取る瞬間だよ、船木を見ようよと言いたかったらしい。原田は結局この大会で、個人ノーマルヒル、個人ラージヒル、団体と合わせて3種目すべてで、最長不当を記録している。2003から2004シーズン以降は、ワールドカップ出場もなく、 2005から06シーズンも低迷していたが、w C の株大会にあたるコンチネンタルカップで2位に入るなど2006年トリノオリンピックの直前に調子を上げ、37歳で5大会連続の日本代表メンバーに選出された。ジャンプ競技開催地の強風を理由に出場枠を減らすというトリノオリンピック運営側の通告があったが、原田は最後の出場枠に入ることができた。 出場した個人のマルヒル予選で95メートルの記録を残すが、ジャンプ終了後の抜き打ち検査により、スキー板が国際スキー連盟の定めた規定に違反していたことが判明し、失格となった。2005年に身長に対し体重が軽すぎる選手のスキー板を短くするという BMI ルールが導入されており、規定によると、原田の登録身長174センチメートルで、 使用できる板の長さは身長の146%までで、かつこの場合はスーツとブーツを着用した体重は 61.0kg 以上なくてはならない。実際にジャンプで使用したスキー板の長さは 253cm だったが、検査による原田の体重は 60.8kg とわずか 200g 不足していた。しかし、雪印スキー部や全日本スキー連盟に 公式登録されている同年シーズンの原田の身長は 173cm で過去4度出場したオリンピックでの登録身長もすべて 173cm でありまた本大会の公式練習日には予選と同じスキー板を使用して検査に合格していた登録身長が 173cm の場合体重が 60.0kg 以上であれば ちょうど2 5 3トルまでのスキー板を使用することができる。この失格について原田は自分の初歩的ミス。選んでいただいたのに申し訳ありませんという胸をコメントしたが、本大会の予選でなぜ原田の身長が1トル高く登録されたのかは不明である。失格のような事態を起こさないための確認やフォローが、 日本チームとして不十分で、選手個人任せにしていたことが問題であるとの指摘もあったが、原田が言い訳や不平不満を一切言わない性格ということもあり、真相は未だに不明である。原田のジャンプスタイルは他の選手と比べ独特で、踏切の際に上に高くジャンプし、飛行曲線が他の選手に比べ高い軌道から落下するスタイルであった。これは、 原田の波外れた高い跳躍力があるからこそのスタイルで助走速度が遅い条件でも飛距離が落ちにくいという長所がある一方、踏切のタイミングが合わない場合、大失敗ジャンプにつながりやすいという欠点があった。それが後のリレハンメルオリンピックなどでの失敗ジャンプの要因の一つになった。その後のスランプ時は船木和義のような 低いジャンプスタイルに挑戦するも泥沼にはまってしまう。しかし、サンダーベイ世界選手権で惨敗した後の1995年、夏頃から原点に立ち返り高いジャンプを心がけるようになると、それまで、船木型を目指していた良い部分と合わさり、インパクトをつける高いジャンプでありながら、タイミングが多少合わなくても飛距離を落とさない、腹田型というスタイルを得得。 1996から97年シーズンに軽い不調に陥るも同年のトロンハイム世界選手権までに復活を遂げるとその夏からは他の選手より2メートル近く短い助走で経験を大きく超えるジャンプを見せるほど圧倒的な強さを見せるようになったしかし他の選手に比べて飛びすぎてしまうため他の選手が軽験大ジャンプを見せるような アプローチ速度の速い試合運営が続いた時に実力を抑えざるを得なくなって順位に結びつかないケースが増えたがこの技術が長野五輪の団体戦一本目の大雪の中で飛距離には現れなかったが最大限のジャンプができる要因となった後に原田は当時活躍していた日本人選手の主流だったできるだけ踏切の動作を抑えたスタイルに移行するその後 長い間スランプに陥った原田は2006年、トリノオリンピックの直前に、助走姿勢での膝の角度を、これまでより、鋭角にするようにした。このスタイルは、従来の立ち幅飛びで中腰で飛ぶ場合に比べ、より多く膝を曲げることができ、パワーを得られるが、方向性、タイミングの取り方が難しくなる。つまり、 このスタイルは方向性よりもインパクトを重視した姿勢である。皮肉にもこの頃より世界のジャンプスタイルの主流はかつて原田が実践していた低速でも距離を伸ばす高いジャンプに移行世界の技術が当時の原田にやっと追いついたと言える。この頃にジャンプ界を席巻したシモンアマンも典型的な原田型のジャンパーである。また飛距離が出すぎて 着地でテレマークを入れられないことが多いため、飛べ型点では不利というイメージを持たれがちだが、飛距離を抑えた試合運営で、原田でもテレマークを入れられる。飛距離で飛んだ場合の飛型点は、決して低くなく、1998年9月12日のサマーグランプリ、白馬大会では、飛べ型審判5人、全員20点満点を記録している。優勝大会。ありがとうございます。